はい、こんにちは、僕です。メタルマックス2やっていきましょう。ですね、まず今回はですね、今まで全く触らずに来た、ここ愛のかけらにね、ちょっとやってきました。すっかり忘れてたんだけど、これ IC チップね、結構手に入っているので、渡していきましょう。E3IC チップね、まだある。O3IC チップ。で、あとは V2? 登録されてる。L3。そんなところかな。ああ、まだ持ってないチップあるんですね。まあ、ちょっとね、何か作れるんじゃないのこれ。組み合わせを選ぶ。すごい増えてる。何がいいとかあるのかな。いや、結構あるよ。4ページもあるよ。よくわかんないな。気になったのは超高性能エンジンと、この戦闘中に走行タイルを補修っていうやつかな。ああ、あとバリア。音波に強いバリア。ビーム反射バリア、ガスに強いとか、熱バリア、冷気バリア。敵の属性によってこれは使い分ける感じ。正直今更なんだよな、これ。もうあと一体だけだよ、戦うべき相手は。そいつに勝てなかったら作り変えるみたいな感じにしていけばいいのかな。これ何回でも付け替えられるのかな。いや、ちょっと超高性能エンジンにしてみようかな、とりあえず。はい、ペペチさん。世界に一つの、私のラブを受け取ってね。重量オーバーだって。強っ。びっくりしたわ。めちゃくちゃ強いじゃん。ラブマシン、積載量 91.3 トン。半端ねえな。これじゃあね、エレファントに乗せていきたいな。これ改造できるのかな？エレファントがね、若干 SP 低めなんですよね。7000。なので、エレファントに、つけていきましょう。どっちも変わんないかな。ラブマシン。ん？なんだこりゃ。このエンジンはもう改造できないぜ。ああ、これが限界なんですね。まあ、積載量91トンなら十分でしょ。改造なんてしなくても。いくつになった？まあ、平均値になりましたね。9000台。そしたら、これで、また引き続きね、やっていきたいと思います。次の目的地はタイチャーなんですよね。タイシャーに何かいる？タイシャーって言っても広いんだよな。一番気になるとしたら一番上。お社のところに行ってみようかな。あれ？返事がない。ただの死体のようだ。死んでる。はあ、卵が割れてるよ、殻が。なんで？神主さんが死んでらっしゃる。神主さん死んでらっしゃるんだが、誰にも弔ってもらえないんですか、神主さん。どうしたらいいのかな。とりあえず街の中をちょっと一通りね、話聞いていけばいいかな。知ってる。あれ、女の子がいるよ、ここに。私のね、ママは美人なんだよ。だからね、酒場でおつまみレディーをしているの。ニコも大きくなったらおつまみレディーになりたいな。うわ、元気になったね、この子。前からいたのかな。ああ、復帰してるよ、この人。あ、ハンターさん、イコのこと、ありがとうございます。このご恩は一生忘れません。どこで、どこで、ところでだよね。ところで一つどうですか。おつまみを頼もう。おつまみね、何食べる。口調変わりすぎでしょ。昔のお酒は、酒場に振るといいわよ。そうっすか。何も情報がないんだけど。いや、それっぽいのもいないしな。ああ、わかりました。いた。なんかいるわ。飛んでるやん。あれ、どうしたらいいんだ。近づいたら戦闘開始するのかな。敵よけまいて。ちょっと攻略を見てしまったわ。上飛んでるしね、普通にね。あいつってお取り寄せできないのかな。ああ、お取り寄せはできないっぽいですね。であれば、ちょっと飛行経路を確認して、マシンクラッシャーができれば外したいなと思ってるんですよね。いや、結構広域を飛んでるぞ。この地図を見てる限り。ちょっと待て。これなんだ？おー、助かった。地獄に仏とはこのことじゃ。わしはトレーダーじゃ。あんたはハンターじゃろ？ああ、そうだ。助けてくれ。モンスターに襲われてのエンジンが完全に枯れちまった。修理もできねえ状態だ。あんた町まで行って代わりのエンジンを買ってきてくれねえか。報酬は？
買ってきたエンジンの代はもちろんプラス 2000G だぞ。どうだ、引き受けてくれるか。引き受けようかな。ありがてえ。ただしエンジンは積載材料が40トン以上のものを買ってきてくれ。40トンより少ないと大事な荷物が運べないんだ。頼んだよ。何それ、エンジントラブルが発生だって。そんなクエストあったの。あー、ここにいる、ここにいる。これ影に触れたらエンカウントするのかな。あ、触れてしまった、触れてしまったわ。勝てるかな。ラグナロックが現れた。どうやらね、こいつを倒す必要があるらしいんですよ。バトー博士のね、プレゼント。あ、マシンクラッシャー積んだままなんだけど、ちょっと一旦逃げようか。強さがわかんないけど、逃げられる。あ、よかった、逃げられた。ちょっと待って。この辺で待機してれば、接触するかな。こんな感じでいかがでしょうか。うん。SP がね、ちょっとマシマシな状態だけど、なんとかなるのでは。オッケー、来た来た来た。よし、じゃあやっていきましょう。ラグナロックね。何が弱点とかあるのかな。 あるな、属性。雷音波が効くんですね。まあ、それ以外は、まあいいや、とりあえず。ああ、どうしよう。煙幕効くかな。で、あとの皆様は、まあ、SE ラッシュだな、とりあえずね。SE ラッシュ、SE ラッシュ。うわ、迎撃してくんのか。じゃあ待って、発煙と当たんないんじゃないの。あ、すっげえ迎撃されるよ。あ、ダメだ。発煙筒ダメだ。発煙筒当てらんないな。あ、待って。これ中にダメージ受ける。あれ、つえ。そして攻撃当たってないんだけど。やべ、強いぞ。普通に強いぞ、こいつ。ラグナロック。発煙筒効かないのか。全問発射。名前赤いしな。まあ、いや、撃っていくしかないな。当たらねえし。いや、ちょっと待って、ラザーネがまずい。中の人がすげえダメージ受けてる。あ、しかもね、車破損させられてるんだな。いや、なんかちょっと今までの賞金首とちょっと違う強さがあるぞ、こいつ。いや、全然当たんないもん、攻撃が。狙い撃ちをした方がいいのかな。まあ、前段外してるというわけではないからな。え、急降下してきた。いやいやいや、痛えな。いや、雷系の攻撃が痛いな。いや、ちょっと待って、ラザーニャどうしようか。どうやって回復したらいい。あ、ダメだ、あれ壊されてる。ゲパルトの C ユニットが破壊されてますね。 SE ナッシュが撃てなくなってるわ。いや、全然攻撃当たんないもん。これ倒せるかな。非常にしんどいわ。緊迫感のある戦いだよ、これ。電撃してくるしね。なるべく手数は増やしていかないと。攻撃が当たんないな。なんか決め手になるものが全くないんだよな。なんかクリティカルでも出てくれればいいんだけどな。どんぐらい耐え、あ、まずい。ラザーニが死ぬわ。ラザーヌが死んじゃう。一応ね、再生カプセルは持ってきたんで、最悪死んでも一回だけなら起こせる。起こせれば乗れるよね、車にね。この車のダメージは大したことないんですよね。乗ってる生身のダメージがえぐいわ。まあ、車に乗ってる以上はね、回復する手段が多分ないので、やっていくしかないような。あ、ラザーヌ死んでしまいました。じゃあもう使うか、再生カプセル。早いな、出番が。ミシカの SE ラッシュ全く当たってなくない？あ、待って、これすごい危険じゃないか。また死ぬんじゃないか。大丈夫かな。あ、怖っ。麻痺しちゃった。麻痺させられるんだけど。また？いやー、危ねえ。待って、ラザーニャ復活したそばから死にかけてんだけど。これまずいな。どうしたらいい？あれ、車乗ったら死ぬよね、またね。満タンドリンク飲ませて、ちょっと一旦耐えてもらうしかないよな。携帯バリアでも貼るか。やべ、電気痛いな。いや、この音波攻撃しんどいぜ、マジで。だって主人公も死にそうじゃない。
主人公も死んでしまうよ。一回降りて回復するべき。ちょっと降りて満タンドリンクで回復するべきだよね。で乗ってラザーニャは SE ラッシュ、こういうことをしないとダメ。勝てんのかこれ。あ、ほらラザーニャのねゲパルトの攻撃すんげえ当たるんだけど、なんで逆にエレファントの攻撃が全く当たんないよね。意外とね生身でも耐えられるとかいうことが分かりました。意外と耐えられる。ゲパルトの攻撃すげえ当たるじゃん。あれかな、対空なんちゃらっていう特性のおかげかな。まあそれであればちょっと他の車にもなんかつけた方がいいよね。対空能力みたいな特性をつける C ユニットが確かありますよね。まあそれによってこの連射はできなくなるけど、当たらないよりは当たる方がいいでしょ。ゲパルトが強えもん、すげえ。いや、えぐい。マジえぐいわ。ラザーに一回回復した方がいいかな。まずい。危ねえ。ラザーニが死んでしまう。間に合ったよ、満タンドリンク。危なすぎんだろ。なんとか倒したいな、今回でラグナロック。まあ、一回戦えばね、まあ、ある程度ね、どのような対策をすればいいのかっていうのは見えてくるんだけど、できれば初見で倒したいですよね。電光石火、ATM 火ボタン、まあ、SE ラッシュ、SE ラッシュだな。そろそろエレファントも回復したいんだけど、できればゲパルトがね、攻撃してほしいよな。ゲパルトの攻撃しか当たんないもんだって。やべ、第4波。ああ、電撃。壊されてる。やべ、壊されてるよ。ミサイルボックスが。まあ、正直ミサイルボックスよりも、なんだっけな、スカイウォッチでしたっけ。なんか対空能力がね、付与される C ユニットがあったと思うんで、そっちをつけたいよな。コンボトロンはもう初めからぶっ壊れてるのでいいや。こいつが多分 SE なし使えなくなったよね。じゃあ砲撃演武で、何が一番命中率は高いのかな、わかんないな。スーパージョーカーとか。んで、最も危険な修理エレファントに施す。まあ、迎撃性能はね、そこまで高くないんだね、敵の。やべ。音波が痛い、音波が。車のダメージというよりも生身のダメージが痛いわ。いや、スーパージョーカー一発も当たんねえし。マジかよ。で、ゲパルトもあれが壊されてしまったな。あ、当たるじゃん。超電磁熱線砲当たるじゃん。あ、ちょっとまたゲパルトのね、C ユニットが壊れたから直したいんだけど、ちょっと体力もやばいな。体力もやばい。なんでちょっと待って、満タンドリンクをラザーニャに使って、砲撃演武で超電磁熱線砲でしょ。で、ラザーニャが一回降りて、耐える命で、あ、車に乗ってないと使えないんだ。そうなんや。ああ、どうしようかな。であれば、携帯バリア L。携帯バリア L を自分に貼る。OK。この超電磁熱線砲確実に当たるね。超電磁熱線砲の方がいいんじゃないか。やべ、麻痺してる。ラザーニャ麻痺してんじゃねえよ、マジでよ。強すぎんだろ。新しい賞金首がどいつも強えわ。麻痺してる。麻痺直して早く車に乗りたいけど、もう一回回復しないとまずいな。いや、主人公がまずいな。また麻痺したよ。嘘だろ。やばい、しんどすぎる。ちょっとこれはしんどすぎるぞ。ね、麻痺のスーパー使って、マヒノンスーパー使って降りよう。ちょっとマヒノンスーパー使ってラザーニャ起こして、お前も降りよう。ちょっと回復だわ。一旦満タンドリンク主人公に。危ないろうそくじゃない、満タンドリンクだわ。主人公を回復。ラザーニャも回復しないとまずいよな。あれあれ、主人公どこ行った、主人公どこ行っちゃったの、あれ何、待って、主人公どこ行っちゃったの、なんでいなくなったの。あ、乗ってきた。車に乗ってきたよ。急に。え、なんで今の。どういうことなんでしょうか。マヒノンスーパーもう一回使わなきゃ。
回復が追いつかねえぞ。で、ちょっと満タンドリンク、ミシカも自分で回復してもらって、で、ゲパルトに乗ってもらって、SE ラッシュ。再びね。ゲパルトの攻撃が頼みだよな。なんなら主人公ゲパルト乗せたいぐらいだな。麻痺すんなよ。当たんねえ、暗黒ルト。全然当たんねえや。なにこれ、なんでこんなに回避力、回避率高いんだ。でもゲパルトはしっかり捉えてるんだよね。相変わらずね。対空能力がやっぱり必要なのかな。対空能力あるかないかで、こんなにも違うんでしょうか。じゃあミシかな、どうしようかな。車乗ってても降りてても、あまり役に立ってないんだよね。おっしゃ、倒したよ、ラグナロック。いや、ゲパルトのおかげだよね、これ、完全に。6万の経験値。やったね。これで全ての賞金首を倒すことができました。ぶっ倒したよ。てれ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 て。友達レーダーから反応が消えた。どうやら友達レーダーに反応していたのは、ラグナロックだったようだ。敵を探知するためか、それとも、つがう相手を呼ぶためか。いかなる信号を発していたか、もはや確かめる術はない。いやー、よかったよかった。最後の賞金首も倒せたし、バトーのね、クエストも進みますね、これで。んで、なんかエンジンが欲しいって言ってるんだよな。エンジンどこで買えるんだ？あれ、ここはエンジン売ってないんだっけ？ちょっと適当なエンジンを見繕ってきますか、じゃあ。メルトタウンでスクルスでいいかな。スパイラル。これで良いだろ。ああ、これはいいエンジンだ。ありがてえ。これはいただいちゃうけどいいかな。もう返さないよ。いいよ。ありがとよ。これでタイシャーまでたどり着けそうじゃ。エンジントラベルのクリア。これね、あそこハンターオフィスではね、紹介されてないと思うんだ。5万 2000G ね。まあ、エンジン代だよな。では、わしは先を急ぐので、これで。ほんと偶然見つけたクエストなんだけど。他にもね、まだやってないクエストってもしかしてあるのかな？ありそうですよね。まあいいや、ちょっとね、すべてを探していくのはちょっと難しいかなと思うので。よし、じゃあね、賞金をもらっておこうかな。ラグナロック。ラグナロックを倒したのですね。やりましたね、ペペチさん。ラグナロックの賞金は30万 G 受け取りましょう。30万 G。なんだかんだお金も200万までいきますね。すべての賞金首倒すことができました。大丈夫だよね。新しく追加されていたりとかしないですか。全部倒しました。あ、気持ちいいな。気持ちいいな。じゃあこんな感じで、あそこ残るはバトー博士ね。事情を話す。ふーん、ラグナロックに反応してたとはね。実はモンスターも寂しいのかね。残念だけど、薄んなろ。新しい信号はもう発見できそうにないよ。結局、私の最高の友達は、薄のろってことだね。ははは、薄のろ。あ、そうそう、プレゼントをあげる約束だったっけ。どれにする？何それ、ゴッドフレンド、フレンド法、フレンドトルネードかな。電撃的アミーゴ。何がいいのかわかんないな。どれがいいんだ？フレンド法は手法だよね。ゴッドフレンドは多分ね、エンジンだと思うんだ。特性が見たいな。 F トルネードって気になるな。 F トルネードが欲しいな。最高の SE。 これでいいわ。 SE 武器が欲しい。ガコーン、友達からのプレゼントだよ。嬉しいだろ。また遊んでくれよ。それで私を大いに笑わせてくれ、薄野郎。バトーのプレゼントをクリアしました。いや、もうこれでね、正直思い残すことは僕はないですね。もうこれ以上何もないんだよね。なくなってしまった。多分ね、一周するごとに一回しかね、あのプレゼントはいただけないんだと思うんですよ。これをね、周回することによって、まあ、いくつもね、バトーのプレゼントをもらえるっていうね、仕組みになってるんじゃないんでしょうか。じゃあ、そしたらね、どうしようかな。最後なんで、まあ、誰かと結婚していこうかなと思います。実はあんたに頼みがあるんだ。どんな頼みだ？砂大根って知ってるか？知ってる。なら話は早い。そのモンスターが落とす砂大根の根を取ってきてほしいんだ。砂大根の根は万病に効くらしい。それをセシルに飲ませれば。引き受けよう。ありがとう。あんたにしか頼めないんだ。大根をくださいが発生。
っとね、こいつをね、片付ける必要があるっぽい。大根の根ってね、持ってると思うんだ。なんかね、前確かにね、拾った時にピローンってなったから何かなと思ってたんだけど、ここで使うんですね。うん、砂大根の根を渡す。おー、これがそうか。ありがとう。これがあればきっと。うん。万病に効く？本当に効くのかな？これでセシルの好きなスープを作って飲ませれば、セシルの病気も治るはずだ。そんなに悪いのか？あ、いや。ちょっと風邪をこじらせてるだけだ。なーに、これを飲めばすぐ元気になるさ。風邪で万病に効く薬を飲ませるか。うん、セシル、食事にしよう。うん、わ、美味しそう。今日は特製スープだ。どうだ、甘いか。うん、美味しいわ。すごく元気が出る感じ。ペピッツさんも食べてって。うん、いただこう。はい、あんたの弁だ。私も食べる。特製スープも美味しくいただいた。うん、泊まっていきましょう。うん、その日はこの家で一夜を明かした。まだ結婚できないの？多分この人も、この子もね、結婚できると思うんだ。お、セシル、お前、いつからそれを知っていたんだ？何それって。この前倒れた時、死んだ母さんと同じ症状だったから。セシル、大丈夫だ。兄さんが何とかする。うん、わかってる。多分あと1ヶ月も生きられないわ。セシル、そんなことはない。大丈夫だ。ねえ、お兄さん、このことはペペツさんには言わないでね。このことを知ったら、あの人は旅をやめてしまう。私のことを思って、ここに留まろうとするわ。どうかな。旅はあの人の夢なの。生きがいなのよ。だから、わかった。ああ、私も夢を叶えたかったな。セシル、お前の夢って、お嫁さんになりたかったの。白いウェディングドレスを着て結婚式をしたかったな。セシル。ごめん、お兄さん、私眠くなっちゃったから、寝るね。ああ、おやすみ。おやすみ、兄さん。聞いてしまったよ、話を。なんでそこに立つんだ。セシルは今眠っている。また今度来てくれ。すまんな。セシルは元気か？ペペツさん実は。なんだ？どうした？いや、なんでもない。またな。なんなんだよ。また今度な。なんだ？いや、なんでもない。なんだよ。もういなくなってる。いなくなってるぞ。セシル。あ、ペペツさん。今日は何の用だい？何かあったのか？またセシルが高熱で倒れた。今薬を飲んで落ち着いたところだ。なあ、ペペツさん、俺の一生の願いを聞いてくれないか。一生の願い、一生の願いって。セシルと結婚してやってくれ。あいつはあんたのことが好きだ。鈍い俺でもわかる。あいつはもう長くない。もって1ヶ月だろう。死ぬ前にあいつの、セシルの夢を叶えてやりたいんだ。あいつの夢は花嫁になることなんだ。真っ白いウェディングドレスを着て結婚式を挙げることなんだよ。頼む、この通りだ。わかった。本当か？本当に、セシルと結婚してくれるのか？うん、セシルと結婚しよう。ありがとう、ありがとう。じゃあ、その前に、セーブするけどいいか？はい。どこにセーブするんだ？どういう流れで、セーブにつながるか、楽しみにしてました。うん、セーブしていきましょう。セシル、起きろ。ビッグニュースだぞ。むにゃむにゃ、ペペツさん、あんたから言ってくれ。あ、ペペツさんどうしたの？セシル、一緒に。どっちがいいんだ、どっちがいいですかね。どっちの方が嬉しい？セシル結婚しよう。セシル一緒に暮らそう。え、どうしたの急に。ペペツさんがお前と結婚してくれるって言ってるんだ。いいの、こんな私で。君じゃないとダメだ。君だからだよ、セシル。ありがとう、ペペツさん。セシル嬉しい。よーし、結婚式だ。結婚式をやるぞ。でも、ウェディングドレスも何もないよ。へへへ、待ってろ。あるの？そんなところに？何もなかったんだけどな。じゃーん。どうしたのそれ。母さんの形見だ。セシルのためにって。母さん、ありがとう。よし、善は急げだ。明日は結婚式だぜ。うん、早い。どこで挙式を挙げる？ここか。ここなのか。なんか今までで一番結婚という感じだね。ペペチとセシルは1ヶ月という短い時であったが幸せに暮らしたそうな。1ヶ月なんだ、やっぱり。延命することはできないんですね。うん、まあ相変わらずみんなここに来るんだね。
これは一体どこの岬なんでしょうか、まあ、といった感じでね、うん、本作メタルマックス2リローデッドも、うん、本当に本当に今回でね最後のプレイとなっております。もう思い残すことは多分ないんじゃないかなと思いますね。あるかもしれないんですけど、もしね何かあれば、うん、ぜひねコメントでいただけたらと思います。まあ、もう一回ねバイアスブラドを倒して2周目に進んでいくということもできるんですけど、まあ、そこでね難易度をハードに上げるっていうことがどうやらできるらしいんですが、まあ、今回で本作メタルマックス2リローデッドの動画の公開は最後とさせていただきたいと思います。またねどこかのタイミングで、まあ、別の作品メタルマックスゼノリボーンがね手元にあるんで、まあ、そちらもいずれプレイするかとは思うんですけど、メタルドックスがね近々アーリーアクセスでねプレイできるようなので、まあ、もしかしたらそちらがね先に動画を公開することになるかもしれません。またね他の動画もぜひご視聴いただけますと嬉しいです。それじゃあねこのスタンフロール、まあ、念のため最後までね拝見させていただきたいと思います。うわ切な、セシルいなくなっちゃったんだけど、これ今までで一番切ない結婚だわ。まあ余命1ヶ月だからな。余命1ヶ月の花嫁。みかん。みかんか。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。